はい、こんにちは、長田孝です。なかなか面白そうだなというお話が出てきましたね。今年の2月の頃に、Nintendo Switch において、Android 10ですね、まだ実際のこの正式には出てってないですけど、まあ Android 10、ベータですかの、起動っていうところができるようになったよっていう、動画を、出していた方がいらっしゃったわけですけど、ただその方は、それをこう配布していく、ロムにして、誰でも楽しめるようにする、任天堂スイッチでアンドロイドを動かすことが楽しめるようにするってことはしませんっていうところでなってたわけですけども、この度この XDA デベロッパーズっていう有名なサイトがあるんですけど、俺もアンドロイドのハックとかそういうところではもうたびたびお世話になってるというかね、いうところがあるわけですけども、その XDA デベロッパーズっていうサイトの中で活動している、そのチームがあるんですけど、そこが7月中ですね、もう7月終わるんで、この動画を、出す頃にはすでに配布されてるかもしれないですけど、その中において、Android 10ではなく Android 8.1 とかそれぐらいのバージョンだったと思いますけど、Android を Nintendo Switch にインストールできるようにできるというか、誰でもインストールできるようにする、ROM を配布しますっていうところが、告知されましたね。一応ね、その任天堂スイッチ自体に何か影響を及ぼすことではないので、手軽に楽しんでくださいっていうふうには一応アナウンスはされてるんですけども、当然のごとく自己責任という形にはなるかなと思います。任天堂スイッチ上で Android のゲームとかそういうものが楽しめるようになるというところですね。ただどうもまだちょっとね、電池周りのそのバッテリーの消費が激しいとか、いうところもあったりするし、ドックに挿したところ、 Nintendo Switch のそのドックに、合体させても画面がオフにならないとか、あとは一部のアプリではちょっとジョイコンがうまく作動しないというかっていうことも起こったりはしてるみたいなんですけど、言うても、Nintendo Switch にはなく Android のようなあるゲームっていうものとかが、手軽に楽しめるようになるっていうところ、そしてこういうちょっと改造したりするところが好きだという方にとってはとても魅力的なことなのかなというふうには思います。個人的にもアンドロイド黎明期の頃なんか特にそうでしたけども、ROM を入れ替えて、自分の好きなようにいじいじして楽しむっていうことをやってたんで、そういう人間からするとこういうのも一つね、楽しみの中で言うといいなっていうふうには思ったりします。もちろんこういうものをあんまりその好きじゃないっていうというかね、方もいるとは思いますけど、そういう方はやんなきゃいいだけの話で、こういう楽しみがあるっていうところをね、まずは知っていただければなっていうふうには思いますね。単純にこのスイッチでアンドロイドをっていうふうになってくると、そういうこう今言ったようなね、スイッチにはないゲームを楽しんだりとかっていうところにつながるわけですけども、その他で言ったりすると、例えばアンドロイドのハックで言えば、自分はこういうインターフェースの切り替わりだったり、インターフェースのグラフィック、もうそうですけどアニメーションもそうだし、中のインターフェースのデザインってこういうのが好きなんだよねっていうものもあったりとか、あとはその通常の、その製品メーカー自体があまりしっかりと、アップデートしてくれない反面で新しい機能を搭載させて楽しみたいという方にとっても、一つこういうね、ハックしていろいろロムを楽しむっていうところは魅力的に映るのかなっていうふうには思います。俺自身もそういうふうにして楽しんでたこともあります。エクスペリアもそうだし、ギャラクシーもそうだし、で特に国内モデルなんかはアップデートっていうところに関して言うと、なかなかね、継続してやってくれないっていうところもあったり、今でもそうですし、昔もそうだったところで、
海外の方には落ちてきてるのにとか、まあ、あとは海外の方では新しいエクスペリアが発売されていてこういう機能があるみたいだとか、だから日本に来る前に、まあ、それをこの旧型のモデルに落とし込んだロムが開発されていてっていうところでそこに手を出して楽しんだりとか面白がるっていうところをやってたので、そういう楽しみ方はあるんですよ。もちろんだから自己責任です。俺もスマートフォンでやってた時はその分鎮化させたこともあるし、なので本当だったらあれですね、予備でもう別のスマートフォンをしっかり用意している中でやるのが一番かなというふうには思いますけど、でももうそれはそれでやっぱ面白かったんですよ。当時は Android もそんなに動作速度もね、まあお世辞にもいいとは言えない状態だったところで、そうやってこの技術者のね人たちがこのまあ仲間ボランティアのような形でいろんなバージョンのロムを出したりしてたわけですけど、少しでも起動速度を速くとか少しでもカメラの画質を良くとか、まあそういうこともあるし、あと起動画面ですね、起動する時の画面のエフェクトっていうところとか、これはもう正規なのはダサいからこういう風なかっこいいものにしようとか、それもあったりして、まあ見方によっては起動画面でそんなこだわるみたいな気にするみたいなのもあったりはするとは思いますけど、そういう楽しみ方もあったりしたわけです。だからこういうところで一概にそのスマートフォンでのロムの入れ替えっていうところと同じようなね感覚かっていうとちょっと違うところはありますけど、この任天堂スイッチにおいてAndroidを楽しめるようにするっていうところは一つ、まあある一方ではロマンにも思えるし、まあ、ある一方ではその最近のそのスイッチっていうものに飽きてた人にとっても新鮮味があるだろうし、まあ、あとはもう一つそういうこういろんなものをハックして楽しむっていうのがね好きな方にとってはもうよだれたらたらものなのかなというふうに思います。別にこのスイッチに限らずさ、この端末に Android を搭載してみたっていうのはもう過去にはいっぱいあるし、まあある意味その Android っていうのはオープンソースであって、そういう楽しみ方もね一方ではそういうのもあるわけですからね。そういうもののためって言い方はちょっと大げさというか誇張しすぎな感じでもありますけど、まあその技術力がある方にとにはもうそうやって無料で出して好きなようになんかいろいろ作ってくださいねっていうふうになってるわけですから、そういう意味ではまあこういうものが出てくるのは自然だし、まあ自己責任の範疇でやるのであれば全然いいのかなというふうに思いますね。もちろんこれがまあある一方でそういうこうプログラミング技術とかそういうものっていうのがゲームのチートとかそういうものに使われるとあれですけど、正規に単純にこれにこれを移植して動くかどうかとか、そういう意味ではそういうところではまあ健全に近い楽しみとしてもいいのかなっていうふうには思ってますね。まあ何しても面白いんですよ。面白いし、その自分がちょっとこう飽きていたところにやっぱり新鮮な息というか風というかそれがまたそこにこう来るので、よりまあデバイスもそうだしっていうところに愛着が湧くんですよね。まあ実際にこれを配布しているところにおいてはスイッチに別にそのスイッチの中にそういうこうAndroidの領域を入れてAndroid を起動させるっていうだけだから、確かだからスイッチの OS 自体には別に影響を及ぼさないですっていうふうにはなって言われてますんで割と手軽に楽しめるのかなっていうふうには思います。はい、まあとはいえ注意書きとして確か自己責任というか自分の意思でやってくださいねというふうには書かれてますから、まあ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 ある程度そこら辺はと。で現状で多少なりともやっぱバグもまだ残ってるみたいなんで、そこら辺もですね、まあ今後改善されると思いますけどね、より安定化されたねものが今後も出てくるんだと思いますけど、でもやっぱこういうなんていうんですかね、こういうものをまあほぼ無償でというかね、まあ我々が別にお金をねこう寄付したりとかっていうのももちろんできるようになってるわけですけど、
やってくれるっていうのは、まあ本人としては自分たちの楽しみのためにそれをまた単純にこう広げたいというか、ほら楽しいでしょみたいな感じでやってるだけなんだと思いますけど、我々としてもね、ありがたいですよね。俺自身はそんな技術がないんで、単純にその、なんていうんですかね、こうやってこうやったら入れられるよとか、そういうものを読みながらとか、あとはその他にも先人ですね、先人の方がやってるやり方をまあ見聞きしながらそういうことをやってるわけですけども、いやまあでもそれだけでも十分に楽しいんですよ。で入れて動かせた時にももちろん、ああ動いたっていう喜びももちろんあるし、自分が思ってた形にしっかり動いてくれるというか、ああやっぱここの部分がちょっと早くなってるとか、ここからここへのこの画面の移り変わりのアニメーションはやっぱこっちの方がかっこいいよなとか、そういうふうにも思ったりするんですけど、そういうのができたりするのはいいですよね。ああここのボタンのね、このメニューの画面のこのボタンのデザインはやっぱこっちの方がかっこよかったとか、そういうところまでカスタマイズしていけるっていうのは、まあ今でこそやっぱホームアプリとかそういうものが充実したりしてるわけですけど、昔はそういうこともなくだったんで、そういう意味では本当に楽しませてもらったし、今こうやってそれぞれのハードウェアがもともと違うようなものに入れて、まあよりこう楽しみ方が広がってきてるっていうところでは、俺一つこれもいいし、ニュースとしても追っかけていきたいなっていうふうに思うところですよね。任天堂スイッチで Android、まあ確かにあのデバイスでやっぱプレイしやすいだろうなって思う Android のゲームっていうのは多々あるわけで、それはやっぱいいですよね。コントローラーが、まあ今でこそこのゲーミングスマートフォンとかっていうのもあって、コントローラーがね、よりこう精度の高いコントローラーで遊べるものもあったりしますけども、Bluetooth コントローラーを買ったとしても結局しっかりとね使えないものも多々あったりするので、そういう中においては、まあ、デバイス自体にもともとコントローラーが入っていてっていうふうになったりとか、実際にそうやってこの、開発者チームがしっかりとある程度まだバグは残っていったとしても、そういうバグ修正も含めてだし、調整をしてってくれてるっていうものに関して、なんか Bluetooth コントローラーちょこっと買って、要はその時ってこのゲームをコントローラーあったら楽しみやすいのになみたいな風に思ってコントローラーを買うんだけど、実際その Amazon から届いて使ってみたら対応してなかったみたいながっかり感っていうのは結構俺も感じてたのは過去あったりとかするんですよ。そういうところではこのスイッチでアンドロイドっていうのは一つ俺の中ではいいことに思ってたりします。いや何にしてもこうやって楽しんでいってる感がこう伝わるようなこの流れっていうのも面白いし、まあ俺としては今後ちょっとスイッチを買う予定っていうのはふわっとですね欲しいなと思ってたりはするんですけど、まあ何にしてもそうですね、バグ修正も含めてもっともっとこうなんだろうな、やっていってもらいたいというかね、もう単純な言葉でやっていってもらいたいっていう、もう比較的楽にね、またバグなくしてもらっての Android をしっかり楽しめるようになってくれるとまたよりいいなっていうふうになっていきますし、今回がさっきも言ったようにその Android のバージョン的にはオレオなわけで、だからこれが Q としてね出てきた時がまた楽しみに感じるかなっていうふうに思いますね。まあそのスイッチに関しては Android にないAndroid ではあるけどスイッチにはないものもあったりするんで、そのデバその中の機能としてはね、だそういうものもまあちょっとスイッチだからといって何でも良くなるってわけじゃないんですけど、機会があればね、俺もなんか試していっていきたいなっていうふうには十分に思わせてくれるものだなというふうには感じました。ということで、また見てな。バイバイ。